はい、酒好きな新潟人の飲酒動画。今回はプレミアムモルツの黒でーす。限定醸造。まあ、これだいぶ前に飲みましたけど、まあ、またね、飲んでみようかと。原材料がバグアットホップで、アルコール度数 5.5%。天然水 100% 仕込み。となっています。プレミアムモルツの黒をだいぶ前に飲んだな。5年前ぐらいに飲んだか。5年前ぐらいだったかな。うん。結構昔に飲んだ記憶がある。まあだって。これ、飲んだのが、あれだもん。ニコニコ動画に上げてた頃、飲んでたからね。うん。じゃ、乾杯。ほのかな甘みと豊かな味わい、心地いい、上品な香りをお楽しみください。軽い。コクがない。普通のかな。普通のっていうか、キリン一番搾りスタウトとかに比べると全然コクがないですね。というより苦味が全然ない。っていうのと、香ばしさもあんまり感じられない。あー、なんだこれ、マイルドすぎないか。マイルドすぎる、なんか。さっきこの、一番搾りホップヌーボー、初摘みホップヌーボー、飲んだ後だと全然苦くないですね。いかにこれが苦かったかわかる。全然苦くない。で、苦くない。プラス、マイルドすぎるね。荒々しさが全くない。穏やか。穏やかで、しかも、香りも大してない。黒ビールの、香ばしい、コーヒーのような香り。っていうのも、ほぼないですね。香りの立ち具合とかも。よろしくないっていうか全然ない。マイルド。で、苦味もない。甘い。甘いっていうか、まあ甘いですね。甘い。甘いし、香りもないし、苦味もないし。で、コクっていうか、そもそもコク自体がないんで、キレもクソも、なんか、コクっていうか、苦味?香り?風味?風味が全く弱い。非常に弱い。豊かなコクと旨味とか言われてるけど、どこがっていう話なんだよ、これ。一言で言えば、黒ビールの中で多分一番なんか、ライト。ライト黒ビールみたいな。ギネスビールの、がヘビーだとすると、もうめっちゃこれライト。ライト黒ビール。ものすごいライトだな、これ。これわざわざ限定醸造にする必要あるのか?こんな。いや、でもこういうライトなのが好きなっていうか、
黒ビール飲んで、まあ、黒ビールって普通だいたいヘビーっていうか、結構重いですけど、全然軽いから、なんかスイスイ飲めるっていう意味で好きな人はいるのかもしれない。なんか普通のあの、第三のビールの味っていうか、ライトさだよね。第三のビールより下手すると香りが弱いから。うん。むしろ、香りが弱い。うん。ほとんど香りもないし、苦味も弱いし。って感じだな。なんか、物足りないっつうか。本当に黒ビール。黒ビールっつうか、これプレミアムビールでしかも黒ビールなんでしょ？これは、軽すぎないか。っていう感じです。味が軽い。ものすごく軽い。ここまで軽い黒ビールはなかなかないんじゃないかな。逆に。でもプレミアムっていう風な、まあ、名前からしてね、なんかプレミアムさが感じられないのは俺だけだろうか。と思いますけど。アルコール度数も 5.5% か。6% ぐらいにした方がいいんじゃないか。全然その、うん。良さが。なんか、プレミアムビールっていう感じは全くないですね。本当になんか、スーパードライの黒よが下手すると、いや、どうだろうな。でもスーパードライの黒もむちゃくちゃまずい。まずく、まあ、まずいっていうか、あれだもんな。多分。スーパードライの黒と、ほぼ謙遜ないレベルです、うん、たほとんどなんか謙遜ない、うん、やっぱりそこら辺で売ってる、まあ俺が飲んでもうなくなっちゃったんですけど、朝日のあの、なんだっけ、黒生だっけ、黒生だったよね、あれ、あれね、うん、前お葬式したやつあれが一番多分重厚だった、重かった、で、時点で今買える中で売ってる中で多分一番重いってのは思うのは、まあ、ギネスとかを除いて、ジャパニーズビールで行くと、多分一番搾りスタウトが一番重いんですよ。で、時点で多分エビス。で、多分プレモルとアサヒのスーパードライのブラックが多分、どっこいかな。どっこいかなと思うんですけどね。やっぱ一番搾りスタウトが非常に美味しいっていうか、本当に美味しくなったよなって。うん。しみじみ、
これを飲むと全然違うっていうか、一番搾りスタウトがいかにその黒ビールとして、ジャパニーズの黒ビールとして完成されてるかで、多分一番ジャパニーズのビール、黒ビールの中だと一番美味しいですよ。うん。とある FC2 のブログに書いてますが、一番搾りスタウトとプレミアムモルツ黒とエビスザブラックとエビススタウトクリーミートップを飲み比べている動画があり、じゃあ動画ちゃうわ。ブログがありますが、一番搾りスタウトが、そこそこのコク、苦味でバランスがいいかなと書いてあります。そしてプレミアムモルツ黒が口に含んだ瞬間は口当たりがよく飲みやすいですが、その後のコク、程よい苦味が口の中に広がります。うまい。と書いてあります。うん。で、エビス・ザ・ブラックが口に含んだ瞬間から、コク、苦味を感じさせます。うん。エビス・クスタウト・クリーミートップが先日も書きましたが、やはりコクがないですね。私としては物足りないです。当初の予想では、エビス・ザ・ブラックが一番好みかなと思ってましたが、予想を裏切り、プレミアムモルツ黒がこの中で一番好きですが、価格が特別な時しか飲みません。限定販売だから今しか飲めないですよね、と書いてあります。まあ、こういう風な人もいるということですね。うん、まあ、結局、人の味覚っていうのはね、なんか、ほら、まあ、コメントであったんですけど、俺の動画を、なんか、よく参考にしてますっていうコメントいただくんですけど、はっきり言って参考にはならないと思うんですよね。正直言って。あくまで一個人の感想ですから。例えば俺がこれうめえっつって、超絶賛してて、ね。で、じゃあ、俺もそれ飲んでみよう。って言って飲んで、なんだこれまずいじゃんって。思う人だってただいると思うんですよ。だからね。結局のところ味覚なんていうものは、まあ人それぞれですか。ただ味覚が似てる人間っていうのはいるんです。ただあくまで似てるっていうだけなんでね。似てる人っていうのがいると結構参考にはなるのは確か。ただ俺と口が似てる、味のその味覚が似てるっていう人だったらいいんですけど、全くもって、まあ、反する人もいるわけですよ。だから、まあね、そこまでね、参考にして飲んでますっていうのは、まあ、ちょっとありがたい反面、ちょっとプレッシャーでもあるというか、まあね、それはあると思うんです。だから、酒好きな人だったらね、もう適当にもう俺みたいにね、いろいろ飲んだ方がいいと思うんですよ。うん、もう新しい新商品出たらもうバーって飲んで、俺大体今動画上げてますけど、もともとニコニコ動画で最初上げてた時、もう今上げてる状態の、まあ、腰つべで上げてますけど、これなんでね、酒動画上げてるかっていうとね、簡単に言うとただ単に、ブログ代わりなんですよ。うん。ブログ代わり。酒の動画で、酒の、違う、ブログ。って、腐るほどあるでしょ。酒飲んで、レビュー。これうまい、まずい。とか、なんとかかんとか、なんとかかんとかって。ブログなんてもう、5万とあるわけですよ。だが、しかし、それに比べて、どう考えても動画で、これうまい、まずいって言ってる動画なんてのはほとんどないんです。本当に。ブログは腐るほどあるのに、なんで動画だけ全然ないのかっていうのが、よくわからない。うん。で、じゃあお前、ちょっと、ね、動画全然ねえから、じゃあ俺がやってみようっていう。だけの話。
じゃあ俺やろうぜって言ってやってるのが、この今のあなたが見てる動画なわけですよ。で、この動画の趣旨としては、ただ単にブログ代わりに動画を上げてる。簡単だから。で、しかも、言えるから。その、文字でこうガタ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 って表現しても、所詮文字なんで、ね、通じない人は通じないんですよ。こいつ何言っとんだと。文字じゃ伝わらないことなんて腐るほどあるわけでしょ。で、結局人間っていうのは、やはり、言語が喋れるからこそ伝わることだって、文字よか、絶対に伝わるんですよ。一口に美味しいって言っても、その人の、声の質感とか、ね。まあ、例えば俺が、ああ、これうまいわ、って言ったのと、あ、これ超うめえんだけど、はあ、みたいな。テンションとかも変わってくるわけです。結局、テンションで、美味しいって言った、一言の言葉でも、テンションで、その、美味しさっていうのも、だいぶ、その、上下、美味しいっていう、同じ美味しいって言葉でも、やっぱり、上下するわけじゃないですか。ね。だから、俺は今後、その、自分の動画を、参考にしてね。あ、俺、どんなの飲んでたかなとか、俺この動画、この酒飲んでたっけなって、で、検索して、自分で、自分の動画の検索欄で、こう検索して、あ、これ飲んでるわって、これどんな味だったっけっていうのを自分の声でダイレクトに聞けるから。だからこそ、ブログにはない、その、声で伝えられる動画っていう意味で、この酒動画っていうのは、まあ、俺が成り立ってるわけです。自分自身の。あくまでも自分自身のために、うん。自分がどんな酒を飲んで、どんな感想を言って、どんなテンションで言って、どんな評価をつけたかって。やっぱそれは非常に重要。うん。そんなね、文字でね、書いたってね、伝わらないんですよ。ブログなんて見ても、所詮、その人間の、どんな人間かなんて文字じゃ全然わからんでしょ。だけど、動画で実際にこうやって言葉を発してる人間がいると全然違うんです、感情が。感情がね、文字とはもう比べ物にならないんですよ。その人がいくらね、文字でね、絶賛しようとね、声で絶賛した方が、断然価値があるんですよ、倍。だから、まあ、確かに、こう、ブログだと1ページで終わる言葉の良さっていうか、文章の良さって、結局、さささっと、読めちゃうっていうか、同じ、文章でも、文字で書いてあった方が、手短にまとまるっていうより、まあ、結局、ありがとうございましたっていう、たった10文字ぐらいの言葉でも、さささっと読めちゃう。で、結構長文とかでも、バババーって、結構スラスラって読めるわけじゃん。だけど、言葉で書くと、言葉で言ったりすると、結構時間がかかったり、まあ、するわけですよ。だから、その、まあ、動画で今19分、20分、まあ、だいたい俺の動画だとだいたい20分とか15分ぐらい、バババって適当なこと言ってますけども、うん、どうしてもね、時間がかかっちゃうっていうのは、まあ、不利な点ですわな。ただ、時間が結構惜しいっていう人は、俺の動画は、詳細欄じゃなくて、詳細欄のあたりに、その、評価とか書いてあるから、もう、俺の動画開いて、入って、下見たら、もうすぐ、あ、こいつ、こうな評価つけてんなって、それでもう、
10秒ぐらいでもう終われるんです。だから、こんな長ったるしいバカみたいな雑談を聞かなくても分かるように、あのね、その文章で簡潔にその書いて、この五つ星評価ね、書いてるわけです。だからどうしてもね、こんなね、アホみたいなね、言葉をね、まあ本当マニアの人がね、いるんですけど、俺の動画全部見てますとかいうね、マニアのドマニアの方がいるんですけど、その人は非常にありがたいんですが、ただ、忙しいっていう人もね、社会人のね、忙しいって、時間がないっていう人もね、もう、わかるように、こう、評価は、しっかり書くようにはしてます。まあ、書かないとね、こんな長ったるし、例えば本当にガチの話だと、1時間ぐらいね、だべってる動画も結構あるんで、俺が酔っ払ってね、好きかっていうね、動画ありますからね。僕とそんなの聞いてられないです。本当に。まさにそれ。まさにそれですよ。コクは、まああんまりない。甘みは強い。なんかこのビールは、黒ビールで、黒ビールなんだけど、なんか、マイルド。ものすごいマイルド。マイルドで、なんかこう、さっぱりした感じの。マイルドでさっぱりしてて、コクがあんまりなくて、しつこいのが嫌いな人は好きです。好きでしょうね。と思いますが、少なくとも黒ビールを飲む人間で、そんな人間いるのかという、のは俺はありますんで、これはちょっとな。あくまで黒ビール買うような人間が、果たしてそんな人間がいるのかと。俺はちょっと疑問ですね。うん。黒ビールって基本的にほら、日本人あんまり好きじゃないから、多分。買わないんですよ。だからこれも黒ビール限定醸造にしてるわけです。プレミアムモルツ。だからそれ売れないから限定醸造にしてるわけですよ。だからね、結局そういうことなんですよ。うん。だから、黒ビールっていうのは、そんなジャパニーズのね、どこでも売ってるような、ピルスナーとはやっぱり一線を画すっていうんだっけ、ちょっとわかんないんだけど。一線を画す。カスって読むのか、ちょっとわかんないんだけど。一線をガス。一線を隠す。隠すですね。はい。はい。ジャパニーズのね、人間は、これすらわからない。一線を隠すんですよ。つまり。一線を隠す必要があると俺は思ってるんですよ。ああ。ピルスナーじゃ満足できねえから、ね。黒ビールを飲むんだっていう人が大多数だと思うんです。その、黒ビールを飲む人間は。大体黒ビール飲む人間なんて、そもそも大体、ジャパニーズにいねえから、こんなに。だから人気ないんだって。だけど、その、一部分の人は、なぜ黒ビールを飲むのかっていうと、やっぱり、ね、ピルスナーじゃない、しつこさと、コクと、重さからいいんであって、なんでこんなプレミアムモルツの黒みたいなのが出てきてんのか全然わかんないんです。だからね、サントリーはね、ちょっと意味不明なんです。俺から言わせる。はい、ということで、長くなりましたが、2422です。ご視聴ありがとうございました。